ちらのイベルボスケの店主の川村さんです。よろしくお願いします。これで何年になるんですか？はい、今9年目9年目ですか。最初はいわゆる静カフェというオープンの仕方でスタートしましたよね。そうですね。もともとこういう思いは強かったので、設計の段階でそういうお伝えをさせていただいたと思うんですが、この静カフェにしたいっていうのは実際お店を出してからですね、このスタイルの方が自分たちの思いが伝わるんじゃないかなっていうのはすごく感じて、すごくお客様から支持が得られるのかどうか心配で不安でしたけど、こう時間かけてですね、ゆっくりゆっくりお伝えできてきてるかなっていう、今現状はそんな状況です。設計当初からそのこの場所、唯一無二のこの風景とか雰囲気をこう楽しんでいただきながら、静かにコーヒーをあるいはお菓子を召し上がっていただくみたいなコンセプトはあったんですけれども、一旦オープンしてみるとこの場所でなくてもいいようなこう行為、例えばずっとスマホをやってるとか、あるいはずっとおしゃべりをしていて風景とかそういったことをこう見ないでいるお客さんも多くいらっしゃったんですね。この時間を使うっていうことに対して同じ時間の使い方でも、一つの空間で共存っていうのはやっぱりなかなか難しくて、やっぱり一つの制約というか思いがこう共有された空間でその中で過ごす時間っていうのはやっぱり密度が高かったり質が高くなったりするようにすごく思ってます。で、今の9年目で静カフェというスタイルが少しずつこう馴染んできたというか、自信を持ってこう提供できるようになってきたなって思うのの一つとして、味覚、味ですよね。味覚はどのような状況で、食するかによって大きく異なるっていうことに改めて気づかせてもらって、やっぱりいい時間の使い方をしながら召し上がっていただいたりすると、こう感性がやっぱり澄まされていたり、より美味しく、そうですね、例えば気に入った器で、あしらったもので召し上がったりするとすごく美味しく感じられたり、もしくは誰と食べる、そういったことも味に大きく影響するなっていうふうに思えたときに、このスタイルにして、より思いが伝えやすくなったのかな、そういうのは感じてますし、実際にお客様からお褒めいただくことが増えたというふうに思っています。こう私たちっていうのはその時間できてるわけではなくて、むしろその時というふうに捉えてみると、それをこう深めたりすることができる、その時間で動くだけではなくて時を深める方向にこう持っていく、そういうカフェになっているような気がするんですね。そうですね、特別なことをしているわけではないけれども、深く感じていただける、ケーキ屋、菓子屋からだんだん空間も含めて提供できるようなカフェに少しずつなっていきたいなっていうの思いも出てきました。僕は川村さんと設計中にこう話をしていて印象的だったことの一つが、どういうお菓子を作りたいんですか、どういう味の洋菓子を目指してるんですかって聞いたら、ちょっと言葉は違うかもしれないですけど、自分は昔からずっとあり続けた風雪に耐えてきた洋菓子の味を継承していきたいみたいな、それをこう土台にしてこう作っていきたいっていうことをおっしゃられましたよね。どちらかというと磨き込んでいく作業の方がこう、先人の努力っていうのもこう感じながらやってますし、そこにの場所までなかなか到達できないっていうふうに感じてるからこそかもしれませんが、
あまり変わったものではなくて、ベーシックなものを、今の材料、今の自分たちのスキル、今の環境の中でどうやって磨いてお出しできるかなっていうのを求めたいなとは、うん、だからその求めている味を、その話を聞いたときに、その自分も建築で表現しようと思っていることとなんかすごい似てるなと思ったんですね。多分その辺の共感が、あのこれにこう結実したんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、その先人たちの味を引き継いだり、あるいは自分の置かれた環境で磨いていくっていう行為も、ある意味こう時を深めていくというか、まあそういうことだと思うんですけど、それとやっぱりその神田さんの求めていらっしゃるその空間作りみたいなものも、そこでもこううまくこう共鳴し合ってきてるっていうような、なんか10年を迎えるにあたって、そういうことがこうなんか僕としてのその密度が濃くなってるということにの印象につながってきてるんじゃないかなと思うんですけど、今日実はですね、あのブックディレクターの浜さんに来ていただきまして、これからはちょっと3人でお話できればと思うんですけれども、こんにちは、通りがかりの畑と申します。浜さんとはですね、あの城崎温泉の泉水という館を僕あのリノベーションで設計したんですけれども、そこに小さなあの図書室を作りまして、その本の、ディレクションを浜さんにしていただいた、はい、そこから の, あのお付き合いになるんですけれども、今日あのいかがですか、初めてイベールボスケにいらっしゃって、あの本当にね、私来たかったんです。あのなぜここに来たかったかというと、あの最近すごく思うのが、時間って伸び縮みするもんだなと思う、うん、要は本ってすごく何ですかね、時間の奪い合いが激しい世の中だと没入にある程度時を要するので、なかなか手に取ってもらえないんですけれど、こちらのイベーボスケさんではなんか静かにそのこう甘いものだったりとか飲み物だったりとか、そういうものと、ものとなんか向き合う時間みたいなものが堀部さんの空間の中であるという噂を聞きつけまして、ぜひ一回来てみたいというので、ちょっとさっきも話したんですけど、はい、設計当初から川村さんはこう静かに内省的に楽しむ、まあ、大人の場所を作りたいっていうことはおっしゃられてたんですね。何年目ぐらいから大きく舵を切ったんですか。はい、もうオープンして2年目、3年目ぐらいからですね、少しずつ中学生以上とかいう形を取り入れながらしていました。で、ちょうど5周年の時に堀部さんがここで来ていただいて、映画の上映会をさせていただいたんですが、その時にはもう、お一人様の読書カフェの方向で行きますということを皆さんにお伝えして、そこからですね、3年半ぐらいこのスタイルはふっと絞り込んだ状態で、させていただいてます。さっきあの、ね、静カフェ拝見して、すごいストイックなそういうやり方みたいな、最初からで徐々にしていったプロセスそのものが、なんか僕はすごく興味深いというか、なんか川村さんは どういう工夫というか、そこでこうある意味線を引いたわけじゃないですか。その線を引いた後にこうどういうアクションを具体的にされたのか、ちょっと聞いてみたいです。はい、あの今の中学生以上というふうに、はい、あのさせていただいたんですが、これはあの中学生ぐらいの大人の一歩目かなというふうな思いがあって、人との距離感だったり、あのものを少し感じながら始まるのかなという思いがありまして、で一応そう中学生以上ということでスタートしているんですが、今のお話でいうと、毎年4月5月ぐらいに新中学生、中学1年になりましたってことで、お子様と例えば娘さんとお母さんが本を持って来られる。で、この空間すごく好きだったんだけど、なかなか一緒に来れなかった。で、こういう形で、大人の一歩目をお祝いできる、形をご提案もらって嬉しく思うっていうようなお話を、この3年、4年、こと4年目ですけど、今までの本当に数人、毎年少しいらっしゃるんです。なので、こういう
うスタイルはもしかしたらこの場所じゃないと、うん、できないのかなというような思いがあります、うんうん、なのでできないことによって得られる逆に得られる喜びがあるっていうその表裏一体じゃないですか必ず表のようなことがありますし、うん、決してですね、悪いイメージのものだけじゃなくてですねそれをよく捉えてよく活用していくっていうことも可能なので、うん、あのやり方ではうまく伝えられるところが増えたかなと私は思っています。なるほど。一見すると子どもたち小学生の子どもたちのにはこう阻害するような方向に聞こえるかもしれないけど捉えられるかもしれないけれども実はそうではなくて中学生に上がった喜びをここで得られるって考えると一瞬はそうで阻害されるかもしれないけど実はそうではなくて子どもたちのこうことを考えているっていうことです。一人の大人として接客させていただきますし、うん、そういう緊張感を持ってこう使っていただくと、うん、そこにはフリーだと得られないようなものがあるんじゃないかな、うんうん、実は楽しむってもう少し時間をかけて長いスパンで本当は楽しまなきゃいけないし、あるいは次世代とかその次の世代のために今私たちがこう与えられる何か残してあげられるプレゼントすることは何かっていうことが大事になってくるので少し時間を延ばしてあげるっていうのが大事ですよね、うん、でも実際昔ってちょっと入りたくても入れない場所っていくつかあった気がするんですよね、うん、なんかやっぱこうウェーブオフテというか、まあ、この中特に静かべのところはなんかそういう部分はなんかねなんかこうどんどんなんですかね全部こうパブリックになる中でこんな小松にそういう秘境感がある空間があるとか、うん、あすごく感銘を受けました。それこそなんか実は私は本の仕事をやってるからよく思うんですよ。なんか世の中のこうエンターテインメントがどんどんこうシェアベースになっている。本ってやっぱり一部の写真集とか絵本を除いてやっぱ一人でしか読めない、うん、こう孤独に陥らざるを得ないって実はすごくこう大事なことなんじゃないかと最近思っていて、うん、まあ、もっと言うならこれだけ全部がシェアしていて自分と向き合うみたいなところが意識的に持っていかないとすごく作れなくなってしまっているので、うん、やっぱそういう意味でもなんかここの場所のなんかこう意味というかすごくあるな自然と本が読みたくなる自然と過去とつながりたくなるみたいなそういう空間ができるといいですよね。いやもうなんか読んじゃって読んじゃ気がついたら読んでたみたいなもうねそれくらいのなんか作為する感じさせないぐらい意図すら何かこう忘れ去るぐらいのなんかそういう部分がなんかあるんだなぁ建築というものにはという気がしましたね。先ほどの河村さんが目指している味、うんうん、ケーキのありようっていうのをもう少し詳しくねちょっと聞きたいんですけど、うん、いやもうなんかあんまり作為的なことが何かこうあるいは河村さんの自我みたいな自己表現みたいなものがどこか自分はあんまりこう無意味だと思ってるみたいなところを、うん聞いたことがあるんですけど、だからお菓子の世界でもやっぱそうなんだ。建築も僕そういうところがあるんですよ。なんか自分のこう自己表現とか自我を出すことが結構建築ではなくて、それ自分が生まれてくる以前にすでにあった建築の環境であるとか風土であるとか人の霊みたいなものもすごい大きなものの上にようやく自分が立ち始めてるわけで、そのちっちゃな自分が何か大きなこう変化であるとか改革をしようっていうことはなかなかこう考えにくいというか土台があまりにも大きすぎるんですよね。それは経験に近いです。今おっしゃることと一緒なんですけど、新しいものばっかりを盛り込んでも、本当に表面的なもので飽きが早いというか、うん、ベーシックな生地を
と作り続けてるんですけど、そこにちょっとしたひらめきでこれやってみようっていう、その喜びってすごく他には変えられないものなので、そういうところをこう追求しながら、今の私のスキルや考え方でこうどこまで近づけていけるかなっていうことも含めて磨いていく方が、結局はですね、こう蓄積があるような気がします。ただ一つお客様から言われたのは、そのこの静カフェになって、まあ、このカフェの部分って天井も低く、あえてこう音が響く状況かなと思うんですけれども、響くことで静けさが感じられるっていうことも、隣の人がカップをコトッと優しく置いてくれたことがすごく嬉しかったですって帰りの際にですね、言っていただけたりですね、食べ物を食べて美味しかったっていう満足感はもう置いといて、ここにいること自体が嬉しいっていうことを表現されて帰られたことが、もしかしたら味にもすごくもちろん直結してますし、価値観っていうものにすごく、あ、これかな、ここで出せるのはこれかなっていうふうに思った瞬間が多々あるので、もちろんコーヒーの豆も引きますし、人が行き交いしますし、もっと言うとカフェで空いてる席に誰か新しい方が入ってこられた時に一瞬ざわつきます波長が、それがしばらく経つとスーッと落ち着いていくっていうのを見るのが好きです。でもそういう時間とか空気って多分その持って持って作るお菓子じゃなくて、そのミッシーというか私をこう殺しながらある意味やってる味だからこそ作れるなんか空気みたいなあるかもしれないですね。しました。うん、キザに言うとみんな お互いがですね、記憶を作っていく行為をしてるわけですね。いただきましょう。9年間で、まあ、先ほどこういう言葉がお客さんから聞けて嬉しかったっていうのがありましたけど、一番こう喜びを感じる時ってどういう時ですか？あるいは9年間、ああこういうことだな、こういうことをこう求めてたんだなっていう、こう実感を得られる。ですね、でもこのニュースタイルにしてからですね、すごく物が丁寧にお客様自身がですね扱ってくださる感じがあります。先ほどカップを、それもそうですし、お手洗いにしてもちょっと汚れたらすごくお客様が次の方のために教えてくださったりしますし、いろんなことで本当に深いコミュニケーションが実は増えている感じがして、扉なんかもこうそっとこう閉じてくださったりすると、なんかすごく嬉しく伝わったというか、ここでの時間は無意味じゃなかったのかなっていうような安心感でホッとしながら見送ることがあります。なのでそういう飽きないの仕方がこういう場所で提供できるってこと、大きく一歩踏み出してですね、よかったなっていうことが多い、本当に多いなと思います。報われたっていうのは毎日思いますね。もう多分これから若い人を中心に、こういう商売というか、こういうカフェにもそうだし、やってみたいって人はどんどん増えてくるように思うんですね。こういうビジネスとしてはこういうやり方で成立するんですよね。厳しいですが、やり方によっては伝えられるものが大きいので、リピーターという形で、お客様をつなげ増やしていくことができるスタイルかなとは思います。さっき聞いた9割ですってリピーター、すごいですね。もうなんかこう密かになんかみんなが共有してメンバーシップというか、ね、この場所は大事にしよう、心持ちがなんかつながってる感じですよね。そうですね。ここに
来た見知らぬ人同士が会話をしたりっていうことがないから、うん、そういう関係がないように見えるかもしれませんけど、なんか心と心がなんかつながってるかもしれないですよね。ありますよね、うんうん、そういうこう本当に心と心でつなげて、つながって時間を共有していくなんか仲間というか関係っていうか、そういうのが広がっていくっていうのはいいですよね。